はい、宮迫さんの YouTube デビューについてコメントを本当はありがとうございます。あの、まあ、予想通りと言いますかね、宮迫さんがデビューしたことについて、お前宮迫そんなことやってんじゃねえよみたいなやつに吉谷さんがお前関係あるかよみたいなことを言って、結局攻める人を攻め合うこのね、インターネットの環境っていうのがまたここに露呈したわけなんですけども、まあ最後にね、吉谷さんが言われたように、まあ、宮迫さんが何をしようとね、まあ、関係ねえやんっていうのはその通りなんですよね。で、私がここでね、吉田さんの動画を一言でまとめるとすると、まあ一番の心の仕事をすればいいんじゃないかなと思うんですよ、うん、宮迫さんは結局あの目の前にいる人を何とかしてね、楽しましたい、笑わしたいっていう気持ちのままにお笑い芸人をやったりとかね、いろんなレギュラー司会をやったりしたと思うんですよ。そしてその気持ちのままに誘われるままにね、どっか行って反社会勢力とは知らずに、まあ、そこのねホテルかなんか会場でギャグをやったと思うんですよ、うん、でたまたまそれが責められてしまったということなんですけども、うん、で今ずっと半年間謹慎中にですね、でもやっぱり誰かを何かをやりたいなと、自分にできることはもうお笑いしかないと、人の役に立って恩返しをする、のごめんなさいを、謝罪の気持ちを示すとなったら、行く場所っていうのはテレビがずっとシャットアウトなんで、これは YouTube しかないっていうふうになるわけですよ。で YouTube に出て、まあ、いろいろあると思うけども、私のことが許せない人は多分見に来なくなるから、最初の一発目はねしょうがないんだけども、これから宮迫さんの動画をどんどん続けるときに、宮迫さんを応援する人しか基本的にはもう見なくなると思うんですよ。でそれがもう答えなんじゃないかなと思うんですよ。でここで宮迫さんはやっぱり力のある方だと思うんですよ。で力のある方はいろんな反重力もあると思います。反作用もね、要するに YouTube 行くなみたいな声もあると思います。でもやっぱり宮迫さんはそれを振り切って YouTube の方にドカンと行ってですね、で、もうね事前にいろんな約束をしたんでしょうね。コラボがバンバン出てるわけなんですよ。さすがだなと思います。さあここでね、普段ネットビジネスがなかなかねできないと、いや会社の問題があるからとか顔出しがどうもって言ってる人どうですかね。宮迫さんそんなこと言わずに、一番影響力のある人が顔出しとかね、吉本の関係とかもう金繰り捨ててボカンと行くわけですよ。だから心が求めてる仕事をすることにいつも正直なんですよね、うん、だからそれでいいと思うんですよ私はね。もしこのまんま今お勤めの会社に忖度して何も行動しないと、せっかくこの億万長者合宿の動画を見たけども、いやでもね会社がいろいろうるさいんですよとかね、コンプライアンスがとかね、顔出しどうもとかね、なんか人周りの人にいろいろ言われたら困るんですっていう人は、宮迫さんのこともね責める資格はないんじゃないかなと思うぐらいね、私は考えてしまうんですね、うん、でなんて言いますかね、強い人は動くんですよこうやって、うん、自分のやることがしっかり決まってる人はどんな状況でも限られた可能性にトライするんですよね。今回 YouTube ですけども、でもしかしたら宮迫さんは YouTube で人気者になったらテレビの方がやっぱ数字欲しいからこっちにおいでよっていう風になる、それを狙ってるのかもしれませんけども、宮迫さんとしては YouTube でブレイクしても、その地上波テレビでブレイクしても、結局は皆さんに恩返しもできるし、謝罪もできる、償いもできるっていう風に考えてやっているんではないかなと思うんですよ。もちろん考えていなくても結果的にそうなると思うんですよね。でも逆にですよ、人の行動にケチつけて何もしない人ってどうですかね、誰かの何かの役に立ったりとか反省の気持ちをそこで表現することってできてるのかなと思っちゃうんですよね、まあ、そんな感じでね、今回宮迫さんの YouTube デビューについて、吉田さんが思うことについて思うことという形でねメッセージを出させていただきました。そしてやっぱり吉田さんがね後半の方で話されてたのはやっぱさすがだなと思います。どんな状況でも販売を成功させるとね、集客を成功させると、ビジネスっていうのはその繰り返しでしかないです。どんな苦しい時でも、どんなに恵まれない時でも、そして今みたいにね、世界中で新型、ウイルスでコロナウイルスが流行ってる時でもやっぱり集客して販売するみたいなことがあるわけですよね。私の方は普段からやってない上に、まあ、こうやってね人を一箇所に集めるべきではないと思ってるんで、皆さん家に引きこもってくださいと、どこにも出かけないでください、集まらないでくださいとかね、人の多いとこ行かないでくださいみたいなね逆発信してますんで、もうね、リアルセミナーとかは全然考えられなかったりするんですけども、ただねやっぱりインターネット上での販売っていうのは私もね毎日のように成功させてますよ。結局はこの YouTube ってものを通じて商品販売がうまくいってですね、その対価がこう振り込まれてくるってことには変わらないんですよ。で、ちょっと今回の、ね、動画のまとめなんですけども、今真面目に通勤して会社に行ってらっしゃる方、もしねこのまま新型コロナウイルスがもっともっと強烈になってきて、中国のようにですね出勤しないでくださいと、街に出ないでくださいと、ガソリンスタンドは全部休業、飲食店は休業、ショッピングセンターもやるな、
こういう風になったらどうしますかね。多くの方が在宅で、まあ、なんですか、休業になると思うんですよ。どうですかね。すごい苦しいし、やってられなくなると思うんですよね。でその時に、じゃあ少しでも自分の収入を追って、その時にインターネットのねビジネスを始めようと思っても、もう遅いんですよね。だから今もうやるしかないし、今すでにやってないといけないんですよ。もうすでに毎週のように1万とか2万でも生み出してないと、もう何年時間が経っちゃったんですかってことですよね。私たちネットビジネスをやってるものとしては、結局目の前にお客様とかね、視聴者さんとかお金が集められてるかどうかが真実だと思うんですよ。さあこの動画をね見て、まあ、これからね動画を見終わった方、自分がどのぐらいのものを集められたのかってことをもう一回ね、この2月始まったばかりですけども、考えていっていただいて、2月の末までにどんなものを引き寄せていくのかってことを決断してスタートしてみてはいかがでしょうか。それでは以上です。